はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、わーおということで、バーベル、これは 1.5 キロなんですけども、もちろん1キロでも、まあ、2キロでもこれを使ってもらって、太ももの前側が張ってしまいやすい人、スクワットをしてもね、ももが太くなってしまう人におすすめなスクワットのやり方を紹介しようと思います。2種類紹介しますんで、ぜひね、一緒にやりながら、見よう見まねでやりながら一緒にやってもらって、最後までご視聴ください。ではやっていきます。はい、まずはですね、重りを持ってもらって、壁よりも少し前に足を出してもらって、お尻をつけます。背中はこういう感じです。このまま重りをつま先の上に下ろしていく感じでしゃがんでいきます。で、このまま体を起こしていきます。少しお尻をつけてですね、背中も少し離して、このまま手を前に下ろして、つま先の上に重りを下ろしていきます。で、体を起こしていきます。足の位置があんまり壁に近すぎると、お尻をついた瞬間に体がこう前にね倒れてしまうんで、ちょっと足前に出して、膝少し曲げて、このまま前に倒れていきましょう。ゆっくり倒れて、ゆっくり上がります。1種目目はこれです。まずこれ5回いきましょう。ゆっくり上がります。1、2、3、あと2回です。4、5、はい、 OK です。まず1種目目は今みたいな感じで、これね 1.5 キロ持ってるんですけども、結構ももの裏にはね効きますんで、太ももの前がね張ってしまいやすい人は、前を使わずに後ろをしっかり今みたいに鍛えてください。で、もう1種目いきます。今度は壁の方を向いてですね、これも壁からちょっと離れた位置に足を置きます。で、足をできるだけ広げて、つま先を外に向けます。で、手は上に伸ばして、この膝をですね壁につけて、これでしっかりこのように降りたら上がります。このように降りたら上がります。この膝がですねしっかり開くように、実際これぐらい開いてますんで、しっかりね膝を開いて、手を伸ばして、こういう感じで膝が伸びきらず動いていきます。まず5回いきましょう。立った時にですね、この足が壁から離れてしまうんですけども、離れないように膝の内側を壁につけたまま、膝伸ばしきっちゃうとこういう風に間が空いちゃうんで、伸ばしきらないように壁にずっとつけておきます。5回いきましょう。できるだけ降ります。1、2、3、4、5、はい、 OK です。はい、お疲れでした。今ね1セット5回ずつしかしませんでしたけども、実際は10回3セットを目安にやってみてください。で、壁をねしっかり使うと、太ももの前側を使わないように意識できますので、前が張っちゃう人はね今みたいに壁を使ってやってください。で、今みたいに前かがみになるやつもしっかりももの裏使うんですけども、壁使うやつは結構内ももを使いますんで、内もも結構ね筋肉ない人多くって、今みたいに結構10回もしかしたらきついかもしれない。だけどね、しっかり腰をしっかり下げて、膝しっかり開いて、まあ、体の硬い人はねちょっと難しいかもしれないんだけども、壁を使ってできるだけ膝開いてスクワットをしてしまうと、しっかりねももの前使わないようにできますんで、ぜひ今みたいにやってもらえたらと思います。またぜひねコメントもください。で、太もも痩せにね興味がある方は、説明欄にブログありますんで、よかったら遊びに行ってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。Thank you.